臨天バイエル。岡崎臨天がラジオで行うギター初心者のためのギターワンポイントレッスンです。今月のお題はこれ、時の流れに身を任せ、その3週目です。先日 KMP 出版の方から出されました、アルバムエターナルのマッチングスコアブック、これをもとにですね、解説を進めております。さて、このエターナルのマッチングスコアブック、この譜面集をですね、3名の方にプレゼントさせていただきます。どしどしご応募ください。詳しくは番組ブログの方をご覧いただければと思います。では3週目、時の流れに身を任せ、解説していきたいと思います。チューニングはスタンダード、そしてカポは5フレットです。イントロが終わって A パートに入ったところまでを解説していきました。では A パートの頭から少しテンポ落としておさらいをしていきます。ここまでが先週お届けしたところですが、この16分音符でずっと同じメロディーが続きます。ここを指はダブらないように弾くというお話をしました。この次の小節もそうです。そしてその次コード F に移りますが、最初のポジションは、これ正ハーフォームは使えません。ここまではいいんですけどね、1拍目までは、この、1弦目を外したフォームで押さえる、全ての弦を違った指で押さえる、このフォームで構わないんですが、さあその次に2弦の3フレットがメロディーが出てきます。ということは、ここで4弦目を押さえている、あるいはこの4弦目は弾かれていないので押さえてなくてもいいんですが、ここの小指の移動させなければいけません。と同時に、5弦目を押さえていた薬指、これも5弦目の3フレットから4弦目の3フレットに移動させます。さあここでメロディーなんですけどね、3弦目の開放のメロディーが出てきます。この3弦目の中指ですね、2フレットを押さえていた中指を外した時に他の指も一緒に離れてしまいますと、そこで音が全部途切れてしまいます。わずかな差ですけど、中指だけをまず外します。そして、4弦目を押さえていた薬指を5弦目の3フレットに戻します。ですね、この小節をゆっくりやってみます。さあその次コードは Am です。ここはですね、ローコードの Am を素直に押さえればいいんですが、この後ですね、5弦の3フレットですね、ここをベース音を押さえた小指、これを5フレットまでスライドさせます。と同時に4弦の開放も同時に弾きます。さあここでですね、こういった後に5弦の開放からスタートして、6弦の4フレット、そして6弦の3フレットと、ベース音が移っていきますが、この時にの開放を親指で弾きます。そして、6弦の4フレットを人差し指で弾きます。そして6弦の3フレットをまた親指で弾くと、指が交互になるようにベースを弾き分けてください。さあここから先はまた来週の解説にしたいと思います。今日の臨天バイエルはいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターにおける質問、悩み、ご相談、何でも受け付けますのでね、どしどしお寄せください。ご質問などは番組ブログより、
お送りください。番組ブログは、検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、皆さんのギター向上にぜひお役立てください。譜面集プレゼントにもどしどしご応募ください。お待ちしております。以上、リンテンバイオリのコーナーでした。